Billboard. Billboard Japan Podcast MC の磯崎です。今日の相方は Billboard Japan の淵井です。よろしくお願いします。淵井さん、最近どうすか？最近結構ライブとかよく見に行ってます。年末年始何見てたの？年末は CDJ、取材で行ったのと、年始はこの前、サンセットローラーコースターっていう台湾のバンドのライブに行きました。ああ、あれはどうなの？楽しいの？さあもう、ほぼ、多分9割くらい中華圏の方でも、会場入った瞬間中国語しか聞こえないみたいな感じでした。うん。人気すごいんだなと思いました。どこでやったの？おー、いい人です。なるほど。じゃあもっと大きいとこまた行けるってことだね。そうですね。もう私、チケット発売された、なんかその日に買ったんですけど、それでも500番くらいだったんで、多分もうその直後に買ったお客さんがいっぱいいたんだと思います。はい。私はといえばあれですよ。データ講座が始まりましたよ。今回ね。すごい、この前の夏前編後編でやった時も、なかなかの緊張感だったんですけど、その時は限定20名でやったんですよ。はい。講座を受けてる方は、スラックでその期間中、いろんな質問があったら全部それに答えるっていうパターンでやるので、限定人数にするんだよね。はい。で、今回は、限定20なんとかなったから、限定40で全6回でやってみよう、みたいな感じでやってみたらさ。はい。なかなかいろんなジャンルの人たちが集まっていてですね。レコード会社マネジメントはもちろんなんですけど、で、チャートが好きな方も当然だし、ファンダムの方もそうだし、また普通のこうリサーチ系の方々とか、ね、はい、またはメディアの方とかもね、はい、参加されてて、あとアーティストも参加されてて、なんか、すごい面白いラインナップで、質問がね、鋭いんですよ。質問が鋭くて、冷や汗がずっと止まらない3時間立ちっぱなしの第一回でしたよ。ああ、すごいですね。なんかいろんな角度から質問が来そうですね。そういうバラエティに富んだ方々がいらっしゃると。そう。このファンダムは、みたいな感じで、ファンダムはこういう感じで成長サイクルが、みたいな感じで、ここら辺の説明があまりにも早くて分かんなかったんで、もう一回言ってください、みたいなことを聞いてくる、素晴らしい大学生とかですね。いや、グッドクエスチョンなんですよ。で、はい。係数変えてんじゃん？いろんなところで。はい。で、係数を変えることで、それはじゃあ通年で見て、それは正しいと思うのか、とか。はい。はい、グッドクエスチョン。ああ、それ結構来ますね。来ますね。っていう、そういう質問がですね、をいただいてですね。それをまあ、やつぎ早に答えていくわけですけれども。はい。はい。なかなかの、ね、緊張感でございました。これを6回やるんだなって思うとですね。はい。痺れるなと思ってるわけでございます。というような、年末年始を過ごしているわけですけれども。はい。淵井さん、体調とかどうですか？風邪ひいてないですか？あ、もう全然、体調に関しては全然元気ないんですよ、私。それは良かったわ、ね。何その困った表現は。元気で困ったって感じなんですか？いや、なんか、本当に、改めて私全然、人生であんまり風邪ひいたことないなっていうのに気づいて。あ、もうそれはいいことなんで、全然いいことなんですけど。最後に熱出たの、ワクチン以外で熱出たの、本当に、5年くらい前かもしれないし。へー。なんで、それは何、予防をしてるからってことなんですか？ああ、まあでも手はちゃんと洗うようには意識してます。だけ？あと、ちゃんと寝るとか。ああ、すごいね。あ、でも多分、家系が結構強いんだと思います。家族もあんまり熱とかで倒れたりしないんで。へー。もう、あれですよ。日々、どこか体調悪いって感じがしますよ。あ、でもそういう小さいのはありますけど、そうですね。カルシウムはいっぱい
取っといた方がいいかもしれないですね。はい、じゃあ日々健康に恵まれている藤井さんとお送りする今回のポッドキャストでございます。じゃあ今週のホット100、3位からカウントダウンをお願いします。はい、今週のポッド100第3位は米津玄師のキックバック、第2位がリルリーグフロムエグザイルトライブのハンター、そして第1位がオフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルでした。ヒゲダン、いよいよ星野源と並ぶ記録を出してきました。11度目の総合首位、なおかつ7週連続の総合首位。なので、これはもう全く星野源と一緒なんだよね。星野源がこの記録を出したのが2017年のタイミングなので、5年後。はい。いよいよ記録を塗り替えることになるかどうか。というのが次週以降起きますな。ということでヒゲダンは、トップ10になんと今週は3曲を送り込むという展開になっております。はい、ということでミックスナッツは10位なんだけど、新曲、ね、東京リベンジャーズの聖夜決戦編のオープニング主題歌ホワイトノイズが総合5位に初登場でございます。はい、まだストリーミング、オーディオストリーミングの再生数が383万飛んで182再生。だから、とサブタイトルが1348万再生なわけなので、1000万再生の差があるわけなんですが、伸びしろがあるよって感じですね。そうですね。今週はダウンロードが1位なんですけど、そこでヒップが牽引してる感じがするので、うん、ストリーミングがさらに上がると鬼に金棒になる気がします。そうだね、確実にストリーミングミックスナッツが633万再生なんで、やっぱりそんぐらいまで伸びていくのかなって思うもんね。はい、あれだよね、21年の夏にヒットしてロングヒットしてたヒゲダンのクライベイビー、はい、これと同じような感じでロングヒットにつながっていくのかなっていう気はしちゃうもんね。そうですね、クライベイビーはかなりじわじわな、なんか最初からドーンっていうよりかはこう、うん、夏あたりでぐわっときたっていう感じでしたよね、うん、そうそうそう、それと同じような展開を期待するとホワイトノイズもずっと上位にいるパターンになるのかなって思うかな。はい、一方で、キックバックもうちょい下げという感じで、総合3位、前週2位からランクダウンで、その2位を初登場で奪ったのが、リルリーグのハンターでございます。エグザレス。アイコン G2022 って読めばいいのかな。ドリームスフォーザチルドレンということで出てきた、平均年齢 15.5 歳の、若っ、ラップダンスボーカルグループでございますよ。そんな若いんですね。なんかテレビとかで見たとき、そんなに、そんななんですね。そんななんですよ。若いんですよ。ええー。ということで、CD の売れが、88,660 枚。ということで、シングルは2位でございました。が、ラジオで1位なんだよね。で、ラジオで1位を取っている。で、CD でシングルで2位を取っている。っていうところが、牽引する。という形で総合2位に、躍進を遂げたっていう感じです。ダウンロードとストリーミングが今後どう伸びていくのか。今のところ、オーディション番組だから、いわゆるこう、アーティスト金融ファンダムのところがある程度もう固まった段階で登場してるわけだから、所有志向の強い CD とかダウンロードが動くのはもちろんなんだと思うんですけど。はい。で、そこからこの楽曲が気に入ったとか、この楽曲をより聴いていくっていうファンダムのアクティビティによって、ストリーミングとか MV が、今100位圏外だけど、それが上がってくるかどうかっていうところが、今後の、このアーティストの展開になってくるのかな。なんか YouTube、ミュージックビデオももう少し、ダンスボーカルグループなんで、ここも伸びしろあるかもしれないですね。そうだね。いろんなパターンのダンスのプラクティクス動画とかを、出してくるのかなと、は思うかな。うん。
はい、そんな感じで、でとはいえあの10フィートの大ゼロ感もそうだけど、こうキックバックもホワイトノイズもそうだけど、エレキギターを結構前面に出してる楽曲が増えてきてるよね。うん、なんでですか。なんで、いやでもやっぱりそのオルタナ回帰みたいなのはの波は結構ここ半年くらいはすごく感じますね。なるほどなるほど、そうだね。そういう楽曲が増えてくるということで、多分あのボッチザロックの現象もそういう感じにつながるのかな。まあそうですね。やっぱりあの淵井さんとしてはドンピシャみたいな感じですか、世代的に。ボッチザロックが、いやまあこういうオルタナ感的なやつ。そうですね、ちょっと上かもしれないんです。結構あのそれこそ兄がいるんですけど、私兄がそういうのを好んで聞いてたんで、それを聞いてみたいなのはあったかもしれないです。こういう曲が増えてくると、こうあの今までこうあのキーボードオリエンテッド的な感じの楽曲が多かった感じがするんだけど、それこそ夜遊び的な感じですけどね。で、そういうものからあのこっちにギターものに変わってくるっていうのも、それはそれで新鮮で面白いですね。確かになんか数年、3年くらい前に比べると技巧派というか、まあまあヒゲダンとかすごいですけど、なんかそういうのよりかはなんかこうジャーンバーンみたいな増えてる気がします、最近は。あのよりこう感情を鋭くこうパフォーマンスするような感じ、初期衝動というか、あのそっちを爆発させる感じの方が多いのかな。なんかそのバーンって出すか、こう逆にハビットとか WXY みたいになんかこう引いた感じ、なんかそういうチャート上のダイナミックスみたいなのはなんか結構幅広くなってきてる気がします。なので正直ね、72時のあの神様だって決められない、これがシングル1位だったんですけど、はい、総合7位、新鮮だったよ。そう思わない？なんかね、でもなんか乃木坂っぽいなって思いました。坂道系の、AKB よりか坂道系なんだって思いました。語りのある坂道みたいな。そうだね。あ、でもこう A メロで細かいフレーズというか、まあほぼあのセリフみたいな感じで、こうセリフっていうか大きなあのアプローチは秋元さんの得意とするところのような気がするので、そこをはめてくるんだなって、なんか逆にすごい新鮮だなと思って聞いちゃいましたね。あのギターものこう鍵盤オリエンテッドから今度ギターオリエンテッド行って、そこから引き算系の楽曲にあのまあ推移していくのかもねっていう感じですか。そこはわかんないです。そうね、まあ、でもだからこうマカロニ鉛筆の何でもないようにしてもあの引き算の楽曲じゃないですか、アレンジから、でそういったものの、 あの走りっていうのはもうあるわけで、でそこら辺の楽曲がなんかまた出てきたら面白いかなっていう意味で、あのバウンディも引き算を結構あのいろいろ考えながら作られている楽曲が多いのかなと思ってたりもするので、はい、そこでバウンディが出てきたらかっこいいなって思いますね。ということで、バウンディは全集8曲を送り込みましたっていうのがニュースに出てたけど、今週実はトップ100に9曲を送り込むっていう展開になっております。それは、総合59位に初登場した月9のタイアップのまぶた、これが入ってまいりました。はい。ダウンロード29位、ストリーミング97位ということで、これまた伸びしろがある展開でございます。はい。はい。こちらの楽曲が、まあ、月9の盛り上がりと、どう、あの、相乗効果をもたらすのかっていうところもあるけど、これもまた上に上がってくるんだろうなっていう感じかな。はい。という感じの、HOT100 でございました。HOT アルバムス3位からカウントダウンお願いします。はい。HOT アルバムス第3位は、ムンビン&サナのインセンス。第2位がストーンズの声。そして第1位が結束バンドの結束バンドでした。ということで、結束バンド。ダウンロード1位っすよ。
で、はい、バンド1位を維持しますね、この人たちは。うん、結束バンドがダウンロードで1位を何週続けているのかな。わかった、4週だ。でも1ヶ月、そうですね、最終回やってからもうずっと1位ですね、うん、そう、4週連続でダウンロード1位を続けているので、すごいイメージで言うと、いわゆるアニメ系のタイアップのところだと所有の方のパッケージを購入するっていうイメージがすごい強いんだけど、そこから一歩下がってつか、あとダウンロードデジタルでの購入っていうのは、楽曲によっては、作品によってはダウンロードの方の行動にもつながるっていうところはあったんだけど、ここまでダウンロードの方がきっちり1位を取り続けるっていうのはすごい珍しいパターンですね。そうですね、なんかダウンロードのアルバムでずっと上位にアニメ系があるって結構珍しい気がします。あ、まあ、そのワンピースとかはありましたけど。そうだね。ということで、ウォッチザロックドンピシャの藤井さん、どうですか？いや、それが実は見てないんですよ、ウォッチザロック。それはどうしてですか？結構自分のがリアル高校生だった時に下北沢とか結構行ってたんで、なんかいろいろ思い出しちゃいそうで怖いなっていうので見てないです。高校時代からシェルターとかには行ってた、ライブハウス。あ、シェルターには高校の時は行ってなかったんですけど、結構先輩とか、軽音楽部だったんですけど、先輩とか同い年のバンドとかが、今もうなくなっちゃったんですけど、屋根裏とかガレージとかに結構出てて。懐かしい。そう、どっちとももう名前変えて変わっちゃったんですけど、とかに出てたんで、結構下北沢行ってて、だから、なんかすごいリアルじゃないですか、なんかアニメの描写。だから、なんか見るの怖いなっていう。サイレント見てタワーレコードで働きたいなと思って、でウォッチザロック見て、あ、いいな、バンドをやりたいなとか思うよね。そういうところを刺激するなと思って。はい、ストーンズ声も、こちらは、CD セールスが1位という感じになっております。はい、ということで、CD セールス週間売上数が 29,632 枚で、累計で 551,942 の、累計ですね。ちなみに結束バンドは、12,000 枚売れて、で、累計で 106,302 枚っていう感じなので、もう完全にフィジカルのところで数字を積み上げてきてるっていう感じですね。とはいえ、なんかこの2作のデッドヒートが続きますね。まあ、多分次はバックナンバーがここに入ってくるんで。そうか、そうか。結構1月からデッドヒートな感じですね。という展開になってきているので、ストーンズの、やっぱり先週、ベタ褒めしたんですけれども、はい。改めて冷静に見たんですけれど、やっぱりかっこいいなって思うんですよ。うん。はい。ので、ぜひファンの皆さんも M ステにリクエストをあがきを。はい、ぜひ見てみたいな、ああいう感じで生バンドと一緒にやるやつ似合いそうですよね。なんかこう生バンドとボーカルのコラボレーションがすごくこう、ちゃんとコラボレーションしてる感じ、うん、で、それがすごく良かったんですよ。っていう意味でこう、なんかこう生バンドの人たちがただ OK を奏でてますよ、でそこにボーカル乗っけてますよっていう感じじゃないパフォーマンスをちゃんと切り取ることができた、MV っていうのは秀逸だなと思うんだけど、うん、まあそれと同じように結束バンドもまあ当然バンドなわけじゃないですか、うん、っていうバンドサウンドがトレンドなんじゃないですか。どうですか、HOT100 もギターオリエンテッドなわけじゃないですか。なんかそれこそ去年の本家の方のビルボード、アメリカのビルボードとか、なんかこうアクセントとしてのギターみたいなの、まあ、ここ数年、アメリカの方ではトレンドであったりして、うん、なんかそれがやっと来たみたいな印象があるので、どうなんでしょうね。バンド、でも日本流にそれをやろうと思うとバンドになるんですかね。アクセントではないじゃんね。うん。オリエンテッドじゃんね。はい。ので、そういう意味ではちょっと違う気もするんですけれども、とはいえ、ドガンっていうバンドサウンド
のところに乗っけた。まあ、ストーンズの、人は、ギタードカーンというよりかは、すごい、すごいちゃんと凄腕ミュージシャンのバッキングと、ボーカルのセッションっていうところが出てて、かっこよかったなって思うわけですよ。で、もう一個トップ10の中で目立つのはあいみょんですか。瞳へ落ちるよレコード。はい。が総合8位でございます。はい。前週45位から8位にジャンプアップ。これはアナログが出たというアナログのセールス効果によるところでございますね。先週出した深読みっていう記事、フィジカルのデータからを深読みするっていう、内容の記事なんですけど、そこで紅白効果をフィジカル面で調べるみたいないう記事を書いたんですね。で、その時に先週までの3週間、売り上げがの3週連続で伸びてって、先週のトップ100に入ってたアルバムっていうのを出したんですね。それで、それが10作しかなくて、で、しかも赤組のアーティストで、そのトップ10に入ってるのって、あいみょんのこの瞳へ落ちるレコードだけだったんですよね。あいみょん良かったなって思った人は、まあもちろんデジタルでも買ったり聞いたりっていうのをしてると思うんですけど、フィジカルでも反映されるんだっていうのは、なるほどって思いましたね。あいみょんのファンは、楽曲でストリーミングを聞くところから、まあ、そこから、割と今、ダウンロードだったり、フィジカルを購入するファンの人たちも割と増えてきたっていう印象だもんね。うん。で、そこから、新しく、アナログ出たんだったら購入しようかなっていう行動が新たに生まれるのも、まあ当然かな。というようなチャートでございました。藤井さん、最近聴いてる日本の曲は何ですか？日本の曲、でも最近というか、ずっと好きなんですけど、ベッドカバーってわかります？はい。シンガーソングライターの、はい、シンガーソングライターなのか、そう、去年出た卵っていうのかな、アルバムがあるんですけど、それ年末に聞いて、すごく良かったです。はい、そんな藤井さんとお送りしてまいりました。今週のビルボードジャパンポッドキャストでございました。楽しんでいただけましたら幸いでございます。おっと忘れてました。ギャオが、MV の指標のところから3月いっぱいのところで外れるというニュースが、出ています。で、現状、僕らは、オーディオストリーミングとビデオストリーミングの指標を、合算しないでとりあえず進めております。で、その傾向は変わらず、その形は、現状では今のところ、合算する予定はございません。ので、MV とストリーミングの指標は2つに分けたまま。つまり、MV の指標は、YouTube と GAO の合算だったんですけど、YouTube だけという形になります。で、今は3月いっぱいでサービス終了というところで、あとはデータをいつまでちゃんと僕らに出してもらえるのかなっていうところの詳細の確認を、進めていて、で、そこが分かったところでまたインフォメーションを出すという予定になっております。はい。いろいろサービスが終了したり始まったりっていう感じになって、いろいろ激動でございますね。そうですね。過渡期に入るんですかね、これから。そうだね。いろいろなものが変わるんだなっていうのが、まあ、去年も始まってたけど、今年もその状況というのは続くんだなと思っております。はい。はい。そんな感じで、ビルボードジャパンポッドキャスト。終わろうと思います。何か言い残したことありませんか？ないです。楽しかったですか？はい。どこら辺がですか？でも、Hot 100の今の上位の感じとかは、結構、楽しいです。はい。という藤井さんとお送りしてまいりました。楽しんでいただけたら幸いでございます。来週、また、元気で生きながらえて、お会いしましょう。さよなら。